皆さんどうもピーマンです。今回は久しぶりに優勝のスカウトで戦力補強をしていくぜ。パープルの日記念10連福袋、こちら1人4回までの購入ですけどめちゃくちゃお得ですよ。 S ランクが出たら自チーム選手確定&購入2回目4回目に至っては S ランクの自チーム選手が1人確定しているというやらなきゃ損損なやつですね。で、僕いつも自チーム設定は巨人に選択してるんですけど、今回は巨人以外の別の球団の選手2人がどうしても欲しいものがあるんですよね。それはソフトバンクのギータと広島カープのセイヤ。この2人はまだ2020年シリーズでは持ってないので欲しい。これ持ってるか持ってないかでなんかプレイヤーの格決まる風潮ない、このプロスピエース。この辺持ってないとなんか落ちこぼれじゃないですけどね、なんか格が一つ落ちる自動的に。これを持ってるとなんか人としてもプレイヤーとしてもなんか格が一つ上がるじゃないですけどね。俺はそう思ってるので、どうしてもまだ持ってないこの2人を手に入れたい。セイヤに至っては僕2018のシリーズ1以降手に入れられてないから、だから今回どちらも手に入れるっていう展開があればいいなって思います。じゃあまずこれからですね、自チーム設定をソフトバンクにして1回目2回目購入していって、残す2回はカープに自チーム設定を変える予定です。ソフトバンクの選手は現在僕持ってる S ランクこんな感じです。千賀持ってるし、松田持ってるし、高橋玲と主力どころは持ってるから、本当当たるのであればギータが欲しいんですけどね。そんな都合よくギータが1回2回の購入中で来てくれるのか、やっていきましょうよ。まず1回目、これ S ランクは確定はしてないですけど、自チーム選手であればソフトバンク、あ、 S ランクであれば自チームの選手ですよね。さあどうなるどうなるどうなる、ワクワクしながら見ていくぞ。さあ来い来い来い、いきなりギータだろ、ギータでええんやで、ギータしかいらへんで、なんならね。おっ、これはこれは、いやー、あの後の演出が大事なの。その後なかったな。まず石田、その後今村、B、ここも B、これはどうせ A でしょ。で B、 いや B で最後はもうしかし違うよ、 S ランクでギータが欲しいの。 S ランクないんじゃ意味がないじゃない。これ僕久々のエナジー使ってガチャ回したんでね、できればその久々でいきなり S でギータでワイワイワイ万歳歳ってなりたかったんですけど、なれなかったね。まあいいでしょう。次2回目、これはもう自チームの S ランクが確定しているので、それがギータかそれ以外のソフトバンクか、もう答えは2つですからね。それ以外かギータかしかないわけなんで、ギータであってくださいな。お願いしますお願いしますお願いします。さあ神に願いに願ったってね、裏切られるわけないでしょう。これだけ願った青年の願いを叶えない神様なんて、ただせこい神様じゃないですか。そんなの拝むより僕と一緒にいた方が気持ちいいんじゃないなんですね。さあこれもう分かってる分かってる、いらないよねこの辺の演出は。何が来るか分かってんだから、まず D、その後も B、 10人目の前にね S が来てほしいんですけどね。そこに至るまでは BBBBBB、 ボアも個人的に欲しいんだけど、まあ、今回見る機会ないでしょうね。自チームを阪神にする予定はないから、あー残念、最後の10人目だけか S は。じゃあその10人目がギータであったら何でもええわ。さあ来い、ギータやろ、モイネロ、モイネロさんですか、モイネロボさんですか。あーギータじゃないから残念と思うと同時に、モイネロ当たって万歳と思う俺もいる。まあしかしでもギータじゃないので、どっか不満の方が大きいかな。モイネロに関してはね、まあまあいい選手ですから、ランク戦とかでも役に立つし、強いし、あそこはいいんですけどもね、今年も奪三振取りまくり、毎試合取ってるよね、奪三振率がなんか10以上、なんか15を超えてるなんてどっかで見ましたけどね。いや、いい選手なんですけど、今回はやっぱ何度もしつこく口酸っぱく言うけど、ギータが欲しくて、ギータ以外はそんな求めてなかった中、やっぱモイネロが来てくれたんで、だから複雑な心境で、なんか言葉にあまり出てこない。歯切れ悪いでしょ、困るな、リアクション一番困るとこや。こんなんだったらもっとなんかしょぼいやつ、もっといらねえわと声を張り上げて言えるようなやつが来てくれたらよかったのに、ここなんでね。すごい微妙な心境ではあるんですけど、まあでも目的なもの当てられなかったら本当残念やな。これでもうギータに関してはこの動画で手に入れることはないですね。もうあと2回の購入しか残ってないので、さあこっからもう気持ち切り替えて自チーム設定をですね、次カープにして、ギータが手に入らなかったのであればせめてセイヤ、
そっち欲しいですよね。もう久しく当たってないんでね、結構当たる機会というか当てやすい選手だと思うよ。いろんなシリーズ化されてるしね、でも当たらないんで、まあ、今回当たってくれたらいいんですけどね。久々に聖夜と一緒に野球したいな、このプロスピエースで。次購入3回目は A ランク以上の選手1人確定もエースはないので、どうでしょうかね。ここでここでよろしくって感じ。あの微妙なとこやめてね、リアクション取りづらい選手は勘弁してほしい。いいやつならいいやつ、悪いやつなら悪いやつってもう的確にパッキリと分けてくれないと。いや、そのまんま受け取んなや。もうなんやねん、上がりもしない、打ち上がりもしないのであればもう何も期待できんでしょう。この流れから S 来たらそれは驚きだけどね、そんな驚きこのゲームにはないんだよな。いつだって現実でリアリティだよ。あ、 BABABA 最後は A でしょ。A は A でも大瀬良大地、ああ大瀬良もまあ欲しいっちゃ欲しいですね。僕持ってない、どのシリーズ通しても持ってないんで、あまあ大瀬良も欲しいけど、やっぱ聖夜でまた A ランクですからね、これね。あもう何の価値もないですね。強化素材の A ランクを手に入れたってだけにしか過ぎません。そしてもう終わりがやってきました。何もしてない感じに今包まれてる。まあ実際何もしてないですよね。目的にしていた2人を手に入れることわけでもなく、モイネロといういい選手を手に入れたけども、それではやっぱりプラスはなくて、聖夜がどうしても欲しい。じゃあ聖夜を当ててみよう。最後です。購入4回目行ってみよう。でここで聖夜手に入れてみよう。そして笑顔で終わってみよう。やっぱ動画は笑顔で終わらないとね。おっと、これまでの調子くんとちょっと違う感じだったね。あんな調子くん見たことない。明らかになんかまとってるオーラ、強さ的にも違うような気がする。でボールよくボール受け止められたな、一瞬とはいえどね。もっと粉々になってもおかしくないよ。さあ1人目 B ランクの榊原。まず序盤のうちエースが見たいぞ。で大瀬良も鈴木も手に入れるという展開もあってもいいんじゃない。やっぱ自チーム選手がね、S で出てくるっていうことが確定してる以上はなんかあってほしいよね。サプライズ10人目だけじゃなくて、そこに至るまでにないんかい。じゃあ1人 S、 そのカープの S が誰なのかっていうところよね。微妙どころはやめてくださいね。いいか悪いかきっぱり分けてくれ。聖夜であってほしい。1番はファイザー持ってる、持ってる。アイザー自体はいい選手ですよ。でも持ってるし、聖夜じゃねえし。いや、持ってるし、そもそも。持ってんだよ。持って。いや、ない。これはないわ。せめて被るなよ。っていうね。あ、不満しかないわ。全てにおいて不満しか出てこないというね。モイネロ当たったらギータ当たらなかったという不満が出てきて、アイザワ当たったらもう持ってるしという不満が出てくる。もう腹立つわ。久々の優勝スカウトガチャは散々な結果になりました。もうエナジー使わねえ。